さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリームは、私が有吉弘行でございます。2020年8月2日日曜日ということで、8月突入いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。通常でしたらアシスタントが変わって、行くんですけれども、今日は、特別ゲストにモーザ中学生さんですね、ユーザロックの言い方だとモーザ中学生さんが、お越しになられるということで、ちょっとソーシャルディス星空のディスタンス問題で、ソーシャルね、ソーシャルです。星空のディスタンス問題でちょっとこのブースに人が多いのはちょっと、断密ということで、三密です、ね、断密になりますということ で、 三密です、ね、ちょっと星空のディスタンス状態で、ソーシャルディスタンス、ちょっと人数制限かかってますんで、一、人の方がいいということでございますので、安田ザロックですね。安田さんです。安田ザロックさんに来ていただきました。ザロックではつかないんですけども、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、もうザ中学生さんが来てくださいますので。ザつくんですかそれ。僕は知らなかったんですけど、そのもうザ中学生さん来てくださいます。じゃあもう本人に確認して。で、はい、まあ、確認する時間ないかもしれません。ないんですか。もう始まってしまえばもう、もうザ中学生さんにお任せするしかないですから。いやでも、まあ、東大きっての MC 芸人になれると僕は、信じてますから。まあね、先週おっしゃってましたね。にもう次サンデーモーニングやるのはもうザ中学生さんしかいないんじゃないかなっていう、僕は思ってます。サンデーモーニングですか。他の人たちを回すわけですか。もちろんですね。へえ。ラジオネーム半立ち王子、有吉さん、僕すごいことに気がつきました、もう中学生さんって、まあもうザですけどね、本当はもうザ中学生さんはイニシャルが MC なんです、な、だからもう選ばれしなんですよ。ああ、そういうことなんですよ。いや、まあ、まあその本人知らないんじゃないですかね。本人気づいてない。いやだから本人って自分の才能に気づかないタイプの人って世の中いっぱいいるんですよ。本当はプロサッカー選手に向いてんのに相撲やってる人だっているじゃない。はいはい、います、います。そういうのね、昔から なんとなくそういう風に押し付けられた、そういう風になってる人もいるし、自分の好きな道でやってるんだけど、実はちょっとずらしてこっちになれば一流になれたのになっていうことがいっぱいあるじゃない。ある。やっぱ僕はその気づきを与えれる人間にな、人間になりたい、僕は。ああ、まあまあ、そっちの方がいいっすよね、はい、それは。はい。だから、いや、それはだからもう中学生、ま、ごめんなさい、もうザ中学生さん本人にも、まあ気づいてほしいし、それよりもまあもっと気づいてほしいのはテレビ局関係者、ラジオ関係者、まあネット番組関係者ですよね。もう中学生さんはちょっと天然のいじられる、いじられやすい芸人だと思ってませんかと。まあちょっと思いがちですけどね、やっぱあの所作とか、はい、いつも段ボール持ってさ、うろちょろ街うろちょろしてるからさ、はい、ひょっとしてあれあっちの関係の人ですかと思ってませんか。いや、あっち関係といつも段ボール持ってあっち行ったりこっち行ったりしてるからっつって、はあはあ、もうそういう謎のおじさんじゃないんですよ。仙人じゃないですから。中学生さんは、はい、じゃないんですよ。いや、それはまあまあわかるんですけど、うん、やっぱりそうは思えないような気はするんですけど。まあそれは今日聞けば。まあそうですね、うん、そう確認しましょうよ。恥ずかしい思いしますよ多分。いや、ああそうだったんだ。やっぱり僕は見る目がないなと思いますよ。あなたは。やっぱりそうなのかな。はい、それじゃあちょっとそれ逆に期待したいと思います。ですから今日はもうとにかくメールの方は、ズバリもう中学、もうザ中学生ということで、もうザ中学生さんにですね、何でも質問とかお便り、応援メッセージ、こうしてほしい質問、人生相談、何でも OK でございます。もう中学、もうザ中学生さんじゃあいいんじゃない。そんなに間違えるんならSo much stress. Now a variety program. Sunday night.
さあこんばんは、ダブルの真珠、広島軍団怪談時軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門から生放送、サンデーナイトドリーマー、8月アシスタントこちら、はい、デンジラス安田です。今日だけです。よろしくお願いします。今日だけでございます、はい、よろしくお願いいたします、はい。ということで、まあ、この後もうザ中学生さんね、うん、猛烈ザーメン中学生ですね、略してね。あ、そうですか。猛烈略して略すと短くなりますけど、あ、だフルネームで言うと、うん、猛烈ザーメン中学生です。もうちもうザ中学生です。そうだったの。そうは見えなくはないけど、はい、がお越しになりますので、はい、楽しみにということでございますけども、ちょっと一つお知らせございますね。はい、JFN パークがオーディという名前のアプリにリニューアルいたしました。すで、に JFN パークアプリをダウンロードしている方はお持ちのスマートフォンで更新すると、 JFN パークが新アプリオーディに切り替わります。引き続き新しいアプリオーディでも、収録の模様や放送では聞けないコンテンツなど番組をより楽しめます。まだという方はぜひインストールしてみてください。はい、というわけで有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあ、東京半蔵門から生放送でお送りしてます、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントでデンジラス安田です。早速紹介しましょう、本日のゲストでございます。魅惑のサンシャインボーイ、モーザ中学生。あ、どうも皆様こんばんは。私がモーザ、ザの T はチューブの、あの一番上のチューブの T と同じ T ですね。はい、夏ダネでおなじみチューブの、もうザ中学生と申します。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。皆さん本当に驚きと、もう本当に家族全員驚いてて、なんでよ、なぜ僕が MC なのかとか、あと有吉さんがなぜ僕のインスタライブ見てくれてるのかとか。ホームレス中学生の終わる器じゃないよ。あれ、いや、あれ麒麟の田村さんでございます。ホームレス中学生でダンボール持ち歩いて。そうですね、ダンボールイヤーということで、ホームレス中学生とはもう言わせない。あら、でも言わせていただきたい。そこをなんとかやっぱ言わせて。もうザ中学生さんはちょっと最初だけちょっとパーソナルな質問をしてもいいですか。ぜひお待ちしております。いいですか、はい、よろしくお願いします。ちょっとだけいいですか、はい、もうザ中学生は本当にそうなったんですか。あ、もう言っていただけるならそうなっちゃおうかなという状態で、この場で合わせたってことで、魅惑のサンシャインボーイはそういうこと気にしないですから。あ、そうなんですか。あ、そうですか、わかりました、わかりました。もうザでいきたいと思います。もうザで、今日はもうザ中学生。もうザね、わかりました。ありがとうございます、はい、お願いいたします。嬉しいです、ちょっとパーソナルな質問だけさせてもらっていいですか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。さんまざんまんな質問、はい、ボタンを、はい、なるほど、今日2つ、あ、そうですね、されてますけども、はい、2つボタンが好きですか。あ、2つボタンよりやっぱ安心の3つボタンスーツの方が、やっぱりね。あ、そうですね、やっぱ青木青山さん。なんでそれなのに今日2つボタンなの。あ、それはやっぱ今日やっぱり偶数なイメージ、なんか有吉さんと安田さんのイメージってなんかグーな偶数なイメージがあったんで、やっぱり、はい、占いで出てました、それは。あら、本当ですか。すでに、あら、私はそれ分かってましたよ。もやもやもやするんで1個いいですか。あの1個目にする質問それですか。ちょっともやもやしたんです、すいません。なるべくもやもやサマーズです。いや、もやもやサマーズじゃないんですけど、日曜日ならでは、ね、でいいんです、広げなくていいんですよ。今なんか1個目かなと思ったんで、それだけなんですけどね、はい、グーです。グーってことね、グー、はいはいはい、グーっていうことでグー数にしてくれたんですね、はい、そうなんです、やっぱグッド GOOD と、はい、オーディという、そういうことゴッドですね。はい、ゴッドと言わせます。ありがとうございます、本当にね、分かるでしょ、はい、もうこの何でも答えてくれるでしょ。いや、まあ答えるは答えますけど。おいくつになりました。あ、
兄の二個下でございます。あ、そうか、はい、そんなになる。あ、そんなになります。なんだかんだで愛されて、はい、愛されて、愛されて30年以上。はい、37でございます。あ、そうですか、はい、37ですか。37ですか。はい、なんだかんだで、なんでジョニーデップの19個下に。いいんで、誰ジョニーデップしたんだよ。ジョニーそんなになるもん。いや、わかんないだろ、そんな。めちゃくちゃ離れてるから。ジョニーオクラじゃないですよね。あ、ジョニーオクラさんじゃないです。ジョニーオクラさん。ジョニーオクラさんがディップつけてると。はい。ジョニーデップ。ジョニーデップ。あ、これはちょっと。一本取り合いですね、本当に。やめろ、合わせない。一本のところ合わせんな。ぜひ僕焦点をサングラスで見たいって思ってるんですよ。そうすると全員同じ色なので、うまい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 。そうだね、はい、あ、かき氷のシロップ鼻でつまん鼻つまんで食べたら味一緒じゃないかっていう、ね、その話あるけど、それと一緒だね。それと一緒の焦点メンバーをサングラスかけてみると全員一緒の色。そんなことない、司会者メガネかけてんだろ、わかるだろ。そんなことない、太ったりしたり色してるだろ。驚いてんじゃない、もうトップレベルの。いや、トップレベルじゃない、合わせるなと思って合わせ合いだからさ。もうヤマハ発動機の人がさ、急にセリエアの試合に放り込まれたみたいな感じでちょっとビビってんじゃない。だって、サッカーのサッカーのね。ねえ、さあ、あとはね、はい、お久しぶりですね、もう中学生さんは。本当に有吉さんに会わせていただくこと、そして安田さんにも。安田さんって初めてじゃない。そうですね、安田さん本当にすれ違いみたいな。そうそう、あの、さんにお会いさせていただいたりとか、大人数の中では一緒になったことあるけど、はい、そうやって話すことはないか、はい、ないですね。有吉さんもあのオールスター高野祭ですごく遠くでございますが、そうだね、はい、僕の名前を呼んでくださったりして、それでうちの母ちゃんからその番組終わった後も、ちょっと有吉さんがあんたの名前言ってくれたわよって、こう、うん、嬉しさのメールも来ちゃったりとか。俺もザ中学生のお母さんはもう好きだからね。あら、本当ですか、うん、マルタマサコ。マルタマサコ、はい、知らないでしょ、マルちゃん、マルちゃん知らないでしょ、マルちゃん。いや、じゃあ思いつく、黒い豚カレーということで。いや、思いつき喋って広げてるだけじゃん。黄色いオラウー。じゃあ待って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 、思いつき喋って広げ合ってるだけだろ、多分乗り合ってるだけだろ。違います。いや、そういう風に聞こえんだよ。今ちょっとパーソナル質問タイムだから、はい、あんまり分かんないですよ、まだ分かんないです。パーソナルの質問今は、うん、あのその怪物 MC 誕生は置いといて、はい、いつもの丸太くんに質問をして、はい、あ、すいません、丸太くんって言ったらちょっと本名ラッパ吹くんじゃないかと困りちゃいますね。ファラファファファほら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 、ファラはファッファラファッ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 全然伝わってこないですよ。ラッパが好きだなって言ってラッパ奏者マルタさん、そう言い合えばいいだけの話です、はい、ソーシャルラッパスディスタンス取りましょうね。はい、必ずやる。はいじゃねえんだよ。はいじゃねえんだ。あとはじゃあもう一個ぐらい質問、ちょっと、はい、ちょっと えぐる質問というか、あら、ちょっと際どい質問していいですか。ぜひフォアオ系かな、なんでしょうね。いいですか。はい、ドキドキでございます。一つ、あら、無人島に一つだけ持っていけるお菓子、はい、教えてください。なるほど。あ、やっぱお菓子、お菓子の部類に入るか分かんないんですけど、やっぱおがくず持ってきたんだよ。何でも使えるからね。はい、万能おがくず。使えねえんだよ。何も使えねえし、お菓子じゃねえし。お前聞いてんのかっていうのが一番正しいよ。何がおがくずだ、聞いてんのかお前っていう。あそうなんだじゃないよ。やってくれるぜじゃないよ。でもちょっと本音、うん、本音トークで話してしまうと、やっぱ僕三幸製菓が好きで、あ、なるほど、パリンコ、うん、チーズアーモンド、うん、雪の宿、一個でいいんだね、はい、その中で一つだけ。なるほど。無人島に持っていくならどれですか。そうだ、それいいよ。やっぱオガ&クズ。またそれ言うのかよ。やっぱりか。やっぱりかじゃねえよ。立つわ今日。
どうしたの。いや全然進まないし才能に嫉妬するとはこういうことか。嫉妬はしてないですよ。だって好きなことかぶせ合ってるだけだから参加したいだけですよそっちの方に。それは羨ましいなと思うよ。何や思ったこと言っていいんだから。いやだすごいですからね。ちょっとえぐりすぎてて視聴者も引いてるかな。あら、いやじゃあ今の質問は際どすぎたかな。言ってるとしたら何思いつき喋ってんだよ。芸能ニュースなんかは見たりするんですか。あ芸能ニュースちゃんとあのはい。あじゃあ今日ちょっと芸能ニュースこれちょっとご意見版みたいになるのがかわいそうだからな、はい、なんかネットニュースでほらもう中学生誰々に苦言って明日出るのも申し訳ないけどいい。ちょっとぜひ切らささせていただきます。、はい、切らささせてっつってるけどいいですか。じゃあちょっと言いますよ。はい、生き物係のこれ、はい、生き物係の小学生が、はい、もうイグアナを育てるのは嫌だとなるほどおっしゃってたんですって。それどうですか、うん、夏休みだけどまあ確かめんどくさいね学校行ってそうですね生き物係の人。まあでもひっくるめてやっぱ、うん、あのカツオだしって言ってあげたいです。もう直接あって、うん、もうカツオデジルと書いて、うんカツオだしと読みなさいと読みなさい。そういう風に厳しくちょっとバシッと言ってる。そうかもしれませんね。はい、うん、そうかもしれませんってじゃねえよ。まず芸能ニュースじゃないし、ね、そうです僕もちょっと芸能ニュースって言ってボケ出しちゃってるからそれでもう乗り出しちゃってるし、でデジルがだしだとかなんかごめんなさい、お互いの世界観でしゃべる。デジル哲郎あらあじゃああらじゃないんだって言わなきゃ。あらあら汁あら何でも言っちゃうんだから俺あら汁取っちゃうかし。これもうあら汁お前広げんなよ。あら汁捨てずに送る言葉すぐハモってくる。こんなこと平気でやるようになったらもう終わりだぞこのラジオも。本当にもう一個だけじゃ芸能ニュース、はい、芸能ニュースですよ。はい切らせていただきます。でもこれはでもなんかデリケートな話だからあんまり俺はちょっとしたくないんだよな。あら女優の、はい、アンさん。あアンさん、うん、はい、アンさんっていうのは兄さんと書いてアンさんですけども、はい、ちょっと江戸弁アンさんっていう、ね、女優の兄さんがですね、はい、兄さん字違うでしょ。兄さんじゃないでしょ。アンさんなんずのアンでしょ。あすいません、うん、アンでいいんですよねこれ。女優のアンさん、はい、34歳ですって、うん、はい、いぶし銀、うん、はい、34ってことはもういぶし銀と呼んでいいですか。そうですね、34になってくると、はい、やっぱ29の5個上ということでやっぱ、うん、はい、そうかな。でもちょっとそれは失礼なんじゃないですか。そうですね、ちょっと言い過ぎちゃったことをお詫びしたいと思います。そうですね、はい、はい、私からも、お詫びいたします。、はい、女優アンさん34歳ですけれども、いぶし銀ではないかという発言がもうザ中学生さんからございましたけれども、はい、こちらはあの大変あの偏った、個人の意見でございましたので、そうでした、こちらの公式な、はい、意見ではございます。大変あの不快に思われた方申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ニュース読みましょうよ。名前と年言っただけだからニュースをまず言ってないし。なんでニュース、だってニュースのアウンさんがどうしたんですかってことじゃないですか。まずですよ、まずそっからね、はい、うん、これじゃあ行きましょう。あら小島瑠璃子さん、タレントの、あニュース変わったの、小島瑠璃子さん、はい、小島恵子さんではないことが判明。あれずっと同じだと思ってたのに。なんで思ってたんだよ。違ったいつから思ってたんだよ。これは悔しい。年も全然違いました。はい、小島瑠璃子さんと小島恵子さん年も全然違いますもん、だって。なるほど、はい、ちょっと驚きましたねこれは。驚きのニュースですね、はい、驚かねえよ、小島恵子さんの人だった、驚かねえって。ドイツ人物だった。ドイツ人物だと思うなよ、だからずっと。ドイツ人物だと思ってました。はい、同じ、私はねドイツ人だと思ってました、ね、はい、向こうの方に飛んじゃった。ドイツの方に。小島恵子さんはね、正確にはオーストラリアに飛んでました。あれ、なるほど、はい、ドイツじゃなかったんですよ。
コアラのやっぱ、はい、コアラ国に今日はなずっとボケ合う日だボケSlay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあというわけで今夜はゲストにですね、毛布がないをお迎えして、はい、お送りしております。もう中学生でしょ、もう中学生筆記師が出ちゃいました、お前寒くてまた冒険にかませちゃって毛布がないと、毛布がないとねでも掛け布団ありますか。あ、よかったコーヒータイム以来のほが出ちゃいましたほうるせえなこの二人めんどくせえ。今日ちょっと辻くん情報なんですけど、はい、ディレクターの、はい、もう中学生さんが今日ゲストということを、はい、でまあちょっとドタボタしてたら、はい、こちらのラジオ局の方に、うん、ガリガリ中学生の方からですねちょっとガリ差し入れが届いたみたいです。ガリガリ中学生ことガリガリガリクソンさんからガリクソン、はい、ちょっとなんかまた甘いものが辻くんが出る辻くんが頭かいまた付きまとこれまた呼ばないわけでいかなくなってくるじゃないですか。もうザ中学生さんが出れるんだったら俺だって出してくれよっていうガリガリ中学生さんの方からのまあそうでしょうね、ちょっとお願いなんですよね。そうですよね、まあそういうこともありますけど、はい、ちょっともうザ中学生さんにメール来ております、はい、わ嬉しいな。ラジオネーム東北自動車道、はい、FM 三重。有吉さんともうザ中学生さんのハモリ最高に綺麗でした綺麗な音楽聴かせてもらえて最高の放送です。わあ嬉しい、嬉しいですね。夏だね、夏が噂してるわあなたのせいよそんなこと言ったって僕は夏のせいじゃない。全然合わせねえじゃん全然ハマらないし歌も合わせねえじゃん勝手な方向向き出してんじゃんなんかラジオネーム持ちドリル、はい、もうザ中学生さん質問です。はい、あこれちょっともう素人ってこんな厳しい質問するんだな。厳しい質問。好きなアーティスト教えてください。わあ、いい質問ですね。そうかな。あ、結構でも「へいこきましたでね」でおなじみのメンズファイブさんとか。メンズファイブさん好き？はい、「へいこきましたねあなた」でおなじみの。はい、「へいこきましたね」。はい、あっよくよく。ブリン今超えたんじゃないか、こきましたねって言われた後に超えたんじゃないかまずそうですね、アーティストさんでも本当に好きな方いっぱいいまして、はい、やっぱ全部教えてください。あ全部聞くの好きなアーティストを、はい、全部教えてください。所ジョージさんも好きですしあと日ハムの吉井コーチとかも結構好きな歌ってんのもっとイエローモンキーですからねもうそれは吉井でしょ吉井さんでしょそれイエローモンキーの吉井さんでしょだぐらいですか。はい全部言ったのも言ったんだ全部。これじゃあもう一枚ラジオネームマーキー、はい、福島 FM。これじゃあちょっとそろそろ本題に入ってまいりますけどもね、はい、天性の MC と呼ばれるもうザ中学生さん、はい、今一番乗っ取れるなら乗っ取ってみたいなと思うテレビ番組ありますか。わあ、ちょっと朝はい、こうワイドショーなんて見てますとこう生 CM 突然、うん、はあなんだか歯が綺麗になりたいな、そんな時はこれって朝の生 CM あるじゃないですか、はい、あの生 CM の座をぜひ僕取りたいですね。生しいたけじゃないんだ生しいたけじゃないんです生 CM なんだ。そのまんま食べちゃダメよダメダメの生しいたけ。しいたけはでも逆に洗っちゃダメなんですよ、はい、あらしいたけはもうちょっと拭いてそのまま食べるのが美味しいですそうだよ僕よーく洗ってあダメなんですよあれは。あ風味が落ちますから。そうなんです。どこまで行くんだよ、はい、その話。しいたけのそのボケ多いよちょっとオフィシャルヒゲダンディズムヘローです。
さあということで有吉弘行サンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送でお送りしております。はい、今夜のアシスタントはデンジラス安田です。ゲストは、オフィシャルチンゲズムことモーザ中学生さんです。全国でよろしくお願いいたします。チンゲズムどっちだったよ。ボワン、はい、ボワンと音で言うならボワンです、パンツの中からボワッとチンゲが出てきた。こんにちは。いやいやいや、知らんお前。なんだその歌。こんばんはかもしれませんね。そうですね。そこじゃねえよ。そこじゃねえよ、ダメだすんの。そこかもしれませんね、じゃないよ。ということでね、もうそろそろお任せしてもいいんですけどもね、何でも。もうついにもうパーソナルな質問も100いきましたから。言ってないよ。言いたいこと言いやつだもう。でもまあここは短いのか、次のブロックからでいいですか。ああそうっすか。じゃあもう次のブロックからモーザ中学生さんにバトンを渡しますけども、はい、ちょっとここはじゃあもう少しだけパーソナルな質問とか、リスナーリスナーというかリースインシャンプーたちから、はい、ちょっとメールも届いてるんですよ。ティモテ以来のツルツル。ティモテ。ティモテ。ティモテ。せーの。ティモテ。一回もハモってないからね。言っとくけど。ラジオネームカッペン。はい。FM シガ。ビビル。大木。深川、はい、小島、畠山、手島、島田、和、若月、加納といろんなゲストが来ましたが、こんなにも手が合うゲストは初めてでしょうか。二人はもしかして同じ中学オナ中ですか。ここだけはちょっとね、はい、言わない方がいいかもね。ピーでございます。ここはちょっとピーにさせてください。はい、オナ中かどうかはピーにさせてください。だけはちょっと、はい、すいません。だって出身が違うでしょ。長野かなんかでしょ。広島と長野でしょ。オナ中じゃないでしょ。絶対ラジオネーム杉杉。いや、これはちょっとじゃあ先に聞いとこう。はい、もう中学生さん、はい、ごめんなさい失礼します。ちょっとラジオネームのこの杉杉さん間違えてます。もうザ中学生さんです。そうですね、はい、ザがもう抜けております。本当にそれで、はい、もう中学生さん、はい、良い段ボールと、はい、悪い段ボールの違い、あ、教えてください。いい質問ですね。やっぱこの八百屋さんからもらってくるとちょっとありがたいことに、そのおこぼレタス、おこぼれのレタスなんかが1枚ちょっと段ボールにくっついてたりするんで、まあおこぼれレタスもらえるのは嬉しいんですけども、そのだけどちょっと濡れてたりするんで、やっぱそういうところよりやっぱ家電とかそういうもので使ってた段ボールの方が、あと薬屋さんですね、薬屋さんでティッシュとかをこう固めの段ボールで包んでたやつとかを もらってくるのが基地。はい、でもおこぼれレタスはもう八百屋さんしかないですもんね。あ、そうですね。それにやっぱごまどれかけて食べるのがうまいんだな。食べるの？食べないでしょそんなの。こぼれたすなんて。あれでも家電の箱だったら、はい、あれじゃこぼれネジとかいっぱい入ってたりするんじゃないですか。そうなんです。こぼれネジがなくて困ったなっていう時に、うんうん、そのそうですね、家電の段ボールもらってくると、うん、そのおこぼれネジさんがたくさん入ってるんです。ないだろ、ね、こぼれいくらじゃないけど、そうね、はっコロコロはっはま寿司。いや、ないだろう。はま寿司アイスうまし、はい、はま寿司寿司をめろよ。まずそうですね、お寿司もうまいんですけど、何アイス、アイスも。31アイスクリームさんから差し入れが入りました。先週あの、はい、ね、ちょっと話したの、昔食べて帰れま店で食べてたとか、はいはい、ちょっとラムレーズン好きだとかいう子話してたら、はいはい、ラムレーズンが化け物みたいな量、はい、池の水抜きましたみたいな量のラムレーズンが池ぐらいのラムレーズンぐらいときびっくりしょ、あんなラムレーズンあるんですね。さあ、ティワンさんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあちょっとこのブレイクを挟んで、もう中学生さんにちょっといろいろと、なんかいろいろ持ち込んでくださってるみたいですから、はい、ちょっと MC カンペも持ってまいりました、はい、ちょっとじゃあこの後、はい、もう中学生さんにお任せしたいと思います。一旦ブレイクさせてください。Stay Night Dreamer
the Sunday Mornings Premium homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.さあ、ということで今夜はゲストに猛烈サラリーマンこともう中学生さんに来ていただいております。そうなんです、猛烈でおなじみの、はい、合言葉は全部取るんだね。ちょっとなんか今日は MC のカンペみたいな台本を書いてきてくださったんですか。もしなんか MC やることになるかもっていうことで、そうですよね、はい、眠れぬ1週間を過ごしてまいりました。はい、じゃあドキドキワクワク、まあいいですか、ちょっと参加させてもらって、はい、僕らも。かしこまりました。じゃあちょっと9分割ちょっと持ってきて、あ、はい。あ、今9分割のあのパネルがやってまいりました。はい、いろいろちょっと出し物の、9つ書いてある出し物が書いてありますけども、はい、ネプチューンゲーム、はい、DJ ヌーベー、DJ ヌーベー、はい、発表原付きランキングカープゲーム、はい、イージュライダー、ラーメン何回湯切るかな、はい、サンドリー福男を決定あとは何ですか、仮想大賞何点かな、そしてクイズ年号当てというおなじみの9本でございますね。あと一応2軍もありますので、2軍が1の場合はこちらの2軍に行くことも、そうですね、今日ちょっと3時間特番じゃないんですからすいません、ちょっとボリューミーボリューミーですけど、ちょっといいんですか、じゃあ参加させてください、はい、よろしくお願いいたします。項目からですね、はい、まずは皆様どれをやりましょう、選びましょう、どれも面白いですもんね。そうなんです、トレトレで、はい、イージュライダー、イージュライダーで、はい、ありがとうございます。これあのリスナーゲストの皆さんもあのご参加いただきたいんですけど、はい、皆さんで今からあの何もないな誰もいないな何もないな誰もいないな何もって、はい、あのひたすら、はい、繰り返していただいてもよろしいでしょうか。感情抜いていいんですね、結構ね、はい、そうですね、はい、はい、ふーっと体楽にしていただいて、はい、お願いいたします。じゃあゲスナーの皆さんもこれをやればいいですね、はい、ぜひラジオの前でお願いいたします、はいはい、いいですか、はい、お願いいたします。何もないな誰もいないな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 、ちょっといいですか、はい、めっちゃ面白い、いやいや面白い、いや我々は面白いですけど、聞いてる人は何が面白いかはそれは分かりませんよ。めっちゃボボボボボボボみたいな人がバイク運転してるいや今の動画で見れば面白いかもしれないけど、超ドスーパーアフロのサングラスかけた人がバイク運転するって言ってイージュライダーを歌いながらのリズムでこうやってやってたんですけども、いやーまさかのね一言も喋らないっていうどうしても後で見たいっていう人はちょっと、はい、あのホームあのオーディでホームページ見てくれたら、なんかそうですね、はい、見ていただければと、面白いは面白いですけど、ありがとうございます。ラジオに向いてる、これは定番のコーナーでしたね、そうですね、今ね、あ、まずコーナーだったのかっていうね、コーナーだったのねイジュライダーはもう終わったんですもんね、イジュライダー終わりです、終わったんですもんね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ちょっと緊張するな、なんか憧れの番組だったからちょっと緊張します、はい、本当ですか、その緊張もやっぱ緊張の夏ということいいよいい、2人で花火やらなくていい次行ってくれ、次ダブルグッサンズグッサンズじゃねえんだよ選んでいいですか、はい、お願いいたします。僕野球好きなんでね、はい、カープゲーム、あ、カープゲーム、かしこまりました、はいはい、カープってあの広島のカープかな、どうなんでしょうね、なんだろう、いや MC でしょ、あ、マイクがいりますか、マイクが、あ、なんかスタンドマイクをご用意されて、それはいりますよ、ね、当然ね M1 のチャンピオンですから38マイクの前に立つ、ね、M1 のチャンピオンM1 のチャンピオン初耳ですけどあのこれも、はい、
リスナーの方もみんなで参加していただきたい。あ、嬉しいですね。はい、大きな段ボールが出てまいりましたね。段ボールは今あのこの池が、はい、あるんですけども、池の時の状態の時は、はい、みんなで一緒に池池で、あ、ここにちょっと待ってください。恋が来ました。うん、恋が来た。恋が来たらみんなで一緒に恋恋って言っていただいてもいいですか。恋、はい、池、はい、恋、恋、はい、なんでゲスナーのリスナーの方々もこうついてきていただいて、はい、あ、有吉さん安田さんについてきて、はい、わかりました。はい、はい、それではじゃあ行ってみましょう。カップゲームスタートー。はい、来い、行け、行け、来い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 、行け、行け、行け、来い、来け、来い、行け、来い、来い、来け、行け、行け、行け、来い、来い、来い、行け、来い、行け、来い、来い、行け、行け、ああ、間違えた。でも、まだ。これは楽しいな。まだ。まだラジオの方があまりわからないとは思うんですけど、僕今のカープゲームで一番面白かったのはもう中さんの顔だったので、はい、はい、ゲームも面白かったんですけど、うん、顔だったので、これちょっとラジオで伝わるのかな。これプレステ4で出てますって絶賛発売されてるんですよね。ないでしょ。お近くのファミコンハウスへ。なんでファミコンハウスなんだよ。どうやって入れんだよ、プレステ4。いやー、ノリに乗ってますね、しかし。MC ですよね。そうですよ。MC ですよね。今日は、こういう番組の MC もなさります。いやいや、まあまあまあね、しきりは。硬派な番組から、はい、家族みんなで楽しめるゲーム番組の MC まで、いろんな番組なさってます。なるほど。あ、そういうことですか。なんかこう、お願いしますってだとおしゃべりにならないんで、まず。どうしようかな。DJ ヌーベ。あ、DJ ヌーベ、かしこまりました。楽しそうだ。DJ ヌーベ。何が出てくるの。大量の荷物を持ち込んでるし。これでしゃべらないじゃないですか。DJ ヌーベって言ってからって、MC って、大体ここを逆に言ったら繋ぐぐらいの。DJ の機械。感じなのに。わ、DJ の機械を持ち込んで。はい、もう中学生、AKA マルタ。真ん中に AKA が入られる。またなんか動画撮りたい、はい、撮らなきゃいけない。お願いします。じゃあ有吉さん、はい、ヌー、地獄先生って言っていただいてもよろしいですか。はい、いいですか。はい、地獄先生ヌーベ。で、そこも言っていただいてもいいですか。地獄先生ヌーベ。まあまあまあ、まあまあ、はい。めっちゃ面白い。面白いですけど、はい、違う言い方してみていい。あ、なるほど。違う言い方。地獄先生ヌーベ。まあまあ、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。もう一回あれして。もう一回早いので言ってみよう、はい、追いつくかな、うん、地何地恥骨女房。ちょっと恥骨女房がヌーベ出ちゃったじゃん。やっちゃダメだな。恥骨女房ヌーベになっちゃったよ。はい、地獄先生ヌーベ。全部出るじゃん。ヌーベ全部出るじゃん。ヌーベ何でも出るじゃん。いつ行っていただいてもここに置いとくので、はい、いつ行っていただいてこれでもうまた終了ところですね。いやいや、そういう番組だから。そういう番組ね。地獄先生。あ、そうかそうか。地獄先生って言ったらもうなるのね。なるのね。なるのね。言っちゃったらなっちゃうの、ね。あ、そういうゲームなんだ。いやー、これ相当面白いですね。これもう本当人気のゲームばっかり今日用意してきてくださって、はい、そうですね、ありがとうございます。まだ言っていいですか。あ、で、あと一応、はい、テープレターなんていうのもちょっと芸能人からありがとうございます、はい、感動のちょっとコーナー。あ、そうなんですか、はい、
すいません、ハンカチをご用意ください。はい、優しい MC だ。さあ今日は誰からでしょうか、はい、テープレターお聞きください。はい、有吉さん、安田さん、こんばんは。こんばんは。ジョイマン高木です。いつも日本に笑いをありがとうございます。ぜひこれからも健康に気をつけて頑張ってください。ジョイマン高木でした。テープレターでした。嬉しいな。本当でしょ。はい、本当から。タカちゃんから。タカちゃんから。嬉しいな。なんかいつもこのコーナーなんか我慢しなきゃと思うんだけど泣いちゃう。いつもって、あ、これいつもやってらっしゃるコーナーですか、これも。いつもタカちゃん。あ、そうなんですか。なんか前言ったら、なんか失礼かもしれないですけど、シンプルな、非常にシンプルな挨拶というか、なんか持ちネタもなく、ね、なんか、ジョイマンだったら持ちネタもありそうなのに、なんか持ちネタもなく。ほら、もう最近のテレビは16小節のラブレターとかもそうなんですよ。はい。パパ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 パみたいな曲、曲で泣かしてる部分あるじゃん。ありました、ありました。今の見ました？はい。ゴーソッキー。それでこんだけ感動するんですから。言葉の力ですよ。言霊ジャパン。言霊っていうかね、すごくなんか何もピンとこないというか、いい気はしたんですけどね。なんか持ち手で言えた方が良かったんじゃないかっていう。最高ですよね。まだいけますよね。あと1分半ぐらいありますけど。はい。行っていいですか、ゲーム。はい。いや、もう。もったいないな、選んじゃうの。終わっちゃうもんね、選んだら。お手軽なのは、あの、クイズ、年号当てなんて。じゃあ、それやりましょう。クイズ、はい、年号当て。年号当て。はい、それでは、問題。あ、クイズなんだ。あ、はい、クイズね。じゃあ、じゃあ。ブラウン監督がベースを投げたのは何年でしょう。2000。広島カープのですよね、はい、多分ね。抜きこ抜いて投げましたよね。はい。あの球場、市民球場でしたからね、まだね。2007年。あ、すごい。2006年です、正解。惜しい。惜しい。あ、じゃあ、友坂理恵さんが丸ってした年は、丸に加入したのは何年でしょう。CM の？はい。くつる丸ですね。あったな、はい、そういえば。でも、今の氷川くんに代わって2、3年、その前が城島くん。すげえ。城島くんの前の、だから、その、メガネのおじさん、矢崎茂さんの後だよね、だから多分ね。だから、を考えると、2010! あ、正解は2006年です。意外と惜しいな、両方とも。Live on air。 じゃあちょっとすいません、はい、あの私あのアシスタントの有吉がちょっとアシスタントなんで最後のお知らせです、はいはい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、はい、別名もう中学生の、はい、もう中学生の、汗もできちゃうよ、あの、はい、もう中学生の汗もできちゃうよ。あっという間に1時間が経過しようとしておりますけれども、あのもうザ中学生さんが持ってきてくださったあのボードとか、はい、あのいろいろやってくださってるのはなんとなく写真に撮って、はい、あのホームページね、番組のホームページの方に写真がなんかなんとなく流れてますんで、はいはい、どうしても音だけで楽しめないという素人の方はぜひあのそちらもご覧になって。そうですね、まあ、本当のもうクロートの方はもうこの音だけで楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますけど、まだあと1時もうでもあと残すところ1時間足りないなということになっておりましたけど、まあ9時台もちょっとお楽しみにということで、メールも来ております、うん、ラジオネームペチャウサ FM 鹿児島。いやもうザ中学生さんの MC はトーク力もさることながら企画力も素晴らしく、
これまでにない MC 最高です。これまでじゃないよね。確かに。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる、うん、FM 岩手、うん、DJ ルーメンさん行きますよチンポ石鹸ラジオネーム夢の中でもアルバイト FM 岩手、僕も遊ばせてください、うん、地獄千鶴先生それだと出ないんで、出ないね、出ないね、出ないパターン。ジャジオネームサイン Z、 DJ ヌーベ僕もやらせてくださいションベンティーチャーヌーマッタヌーベ出るのかよ、出ちゃってんじゃねえか、出ちゃうね、ションベンティーチャー伝わってるとこあるみたいですね。伝わってるとこは伝わってるということで、オーディという新しいアプリをダウンロードすればですね、はい、いろいろ聞けます、楽しめま す、 す、ね、ぜひやってみてください。一部の地域の方この時間でお別れ、また来週も私有吉とデンジャラス安田とスペシャルゲストもうザ中学生でございましたありがとうございました。さあ2020年8月2日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今日のアシスタントはデンジャラス安田です。東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリーマー、今夜のゲストは猛烈中学生、猛烈の伸ばし棒はニョロニョロだよもう中学生でございます。どうぞよろしくお願いします。何でもロッカーだな。ついに21時になってしまいまして、はい、日本、はい、今一番日本で盛り上がってるとされている、うん、はい、半沢直樹さんが始まってしまいました。あ、なるほど、いよいよもう第3回の放送ということでございます、はい、うん、私はラジオとはゆえ、うん、ね、これ裏番組、うん、負ける気はないんですよ、うん、心強い、常に戦いたい、なるほど、ということで今回の、はい、ね、こういうゲストなんですね、はい、ゲスト半沢隆さん、半沢、もしプルコギ食べたらうまいよ半沢中華だ、はい、半沢中華って言った完璧です、半沢中華モノマネいけますね、モノマネ結構、はい、本当に、はい、好きです。いや、だからね、こう本当に幅広いんですよ、はあ、ザ器用というか、そうですかマルチな才能、モノマネ、はい、何でもできます、あ、何でもできます。オフィシャルヒゲ、はい、ダンディズムさん、よろしくお願いします、はい、俺たちはヒゲダンディズムだぜ山陰の出身だから美味しいカニを食べてるよ、ノドグロも忘れないで、乗っちゃったよ、ノドグロ忘れたら忘れ物に入れといて、忘れ物に入れとけばノドグロの旨味増すよ、じゃんじゃん、ノドグロあかん、終わったのに、ノドグロあかん、終わったのに、かゆたらちた、人生舐めてもこれ舐めあて、あ、入れただけで、V 新三千ノドグロノドグロじゃノドアメだずっとかぶさってんじゃん、またまたやってんじゃん、それ断ればいいじゃんそんなんだったら、ほんとに得意って言うから、ヒゲダンディズムできるって言うんだったらでやればいいし、できないなら断ればいいじゃんすいません、アントニオ猪木さん申し訳ないです、なんか食材食材持ってこい、行けぞ、行ったことねえぞアントニオ猪木さん食材持ってこいって言ったことないよ、多分言います、死んでしたちに死んでしに言います、死んでしたちゃんこ作るんだから、食材持ってこいっつって、食材持ってこいっつっていや、でも聞いたことないなですね、桑田佳祐さん、はい、
腹ぼほあのいやそれは言ってたんじゃない喉ちょっと痛めたからフィニッシュ持ってきてくれ腹ぼほフィニッシュに直してくれ腹ぼほは言ったことあるじゃん言ったことないやつまたやんのかなと思ったらさ今度は言ったことあるやつやん忙しいよねこっちもね本当あと得意な、はい、モノマネがありまして一押しあります自分からやるの、はい、お願いいたしますどうぞドラクエの建物入る時の音のモノマネ得意でしてはい出ました、はい、すいませんそっぱそっぱそっぱはい俺もできんのよあら対抗しちゃったよそっぱそっぱそっぱいいよ同じようなやつだったらご一緒にあれさデュエットでやるデュエットでやるよろしくお願いいたしますせーのそっぱそっぱそっぱもったいなくない時間これはいらないんじゃない二人いっぺんにはワンターンでいいんじゃないかな今のうどんじゃないよいや分かってるよそんなの分かってるよ、ね、でいらないんじゃないかなとまず急に本格的なモノマネも入れられてさなんだろうな参っちゃったいや参ったら忙しいなと思って忙しいなっていやだからまだこれは今ちょっとお話ね、はい、させてもらってますけど、はい、番組はまだまだ続きますから9時台もあのもう中学生さんの、はい、アセモ何でしたっけ、アセモイアセモだ何でした番組もう一回教えていただいてよろしいですか、はいはい、もう中学生のお面の紐切れちゃったもう変わったよ絶対さんのお面の紐切れちゃったはこの後、まあ9時10分ぐらいからですかねまた再スタートいたしますので再スタートぜひぜひお楽しみください再スタートはもうタイトル完全に変わっちゃったわけですね、番組、ホームページは、オーディをダウンロードしてはい、オーディをダウンロードしまして、はい、JFN パークだった人はアップデートすればオーディへと変化しますのでそちらからぜひもう中学生さんの映像も見れると映像もう僕さっきちらっと見ましたけど、はい、もうすでに乗っかってました、うん、ーイージュライダーの、ね、イージュライダーのやつが2カット映ってましたちゃんと何もないだ何もいないだ2カットありました十分笑いましたカープゲームのねカープゲームなんかも流れておりますので、はい、面白かったですけど、今夜メールテーマはもうズバリもう中学生さんのお面の紐切れちゃったよの、感想、はい、メールなんかを送って、くだされば嬉しいなと思います完全に変わったんですね長野のご出身、はい、そうなんです、ね、長野でございます長野のスーパースターでございます、はい、川中島出身でございます川中島の戦いのねところでございます川中美幸さん好きですか川中美幸さんいいですねあの口元ちょっといいですよねそうなんですよね素敵ですけど長野の皆さんにちょっと一言メッセージ送ってあげてくださいそうですねもうそうめんの季節ですけども一回だけでもいいからやっぱ流しそうめんやってくださいそうするとやっぱ家で作るそうめんの楽さがわかるのでぜひ流しそうめん今年の夏も一回は長野ならではのこと言ってくれよ長野の皆さん以上メッセージでした以上じゃねえよSlay Night Dreamer Live on air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer さあということでメールもいろいろ届いておりますラジオネームラッコフェスティバルもうザ中学生さんのイージュライダーの写真見ました僕には首都高を走っているもうザ中学生さんに見えましたそこまで見えたんですね首都高バトルな感じがですね思わずそうかもしれません始まるかもしれません首都高バトルもっとね向かいもう本当は悪いもうめちゃめちゃ悪かったですからねそうなんです不良もう長野で有名な長野の粗大組って言われてね、はい、そうですね全然悪くねえじゃねえか全然悪い印象ないよ粗大組だったお米の研ぎ汁ちょっと飲んじゃったりとか、はい、いじめられてたじゃねえかじゃあお米の研ぎ汁飲むんじゃねえよって言われてねはい飲んだのに飲まされたのに怒られてんのかわいそすぎるじゃんそしたらはい不良ですからもう不良なの暴走族ですね暴走族でした全然見えないし見えしないよ、まあ、なんていうチームでした
ホトトギスからちょっと来たんですけど、ギスホトトっていう。なんでホトトギスから来たんだろうな。走ってね。はい。うん、走ってる時読みやすいように。ギスホトト。ホトトギスって読みやすいかな。船と同じ要領。なんで読みやすくしちゃったんだよ、今ね。はい。いいやろ、わかんないよ。捕まっちゃうだろ、すぐ。すぐバレちゃうじゃねえかよ。さあということでね、そろそろ番組の方また続けて行っていただけたらなと思います。よろしいですか？あ、はい、すいません。じゃあ9つのメニュー持ってきて。はい、前やってんだよ。ネプチューンゲーム、あ、ありがとうございます。ネプチューンゲーム、お待ちください。はい、ここでお待ちくださいっていうのさ、海の神様ネプチューンです、ね、ガサガサ言っちゃってるし、もガサガサ言っちゃってるし、ね、ネプチューンっていうのは海のなんですか、それともあの3人トリオの芸人さんの、芸人さんのなのか、はい、あ、なんか出てまいりました、はい、きちんと、はい、渡辺プロさん、公認で出てらっしゃいまして、ネプチューンさんの貯金箱、芸人さんのね、はい、お祭りの景品で当てたんですけども、うん、ランダムでネプチューンさんの誰かが入ってます。はい、これ、ああ、なるほど、はい、リスナーゲスナーの皆さんも一緒にお考えください、はい、この貯金箱の箱の中にお三方の誰かが入っております。ネプチューンさんの太蔵さん、ホリケンさん、名倉、どれかですね。名倉さんね。名倉さんもつけて、でちょっとヒントとして、はい、動物に今からこの、はい、うん、中身をちょっと見せてみます。はい。はい。なんで、なんか泣いてますけど大丈夫ですか？はい、なんで、はい、ちょっと、動物に、動物にその箱の中を見せる。はい。はい、見せてみます、はい。ちょっとどんな、これがヒントでございますね。ちょっと、見せてみます。動物にだけ特別に見せてます、今。貯金箱の中を。はい。あ何ゾウに聞いてる？はい、ゾウに聞いてます。なんて言ってゾウ？おーって言ってますね。ああ、なるほど。これがヒントです。ゾウが思わずおーっていうような人が入ってんだ。はい。もう一つぐらいヒント欲しいけど。はい。じゃあちょっと。いいですか？はい、見せてみます。今動物にだけ答えを見せてます。誰に？猿に。猿にちょっと聞いてみます。何聞かされてんだよ。はいはい、もうだいぶ分かってきたぞ。絞れてきた。はい、今ので分かります？だいぶ絞れてきたよ。ゾウと猿に聞いたんですよね。そうですね。もう当てていいんですか？はい、さあ、じゃあお二人方お答えください。ネプチューンさん誰が入ってるでしょう？いきますよ、はい、せーの、名倉。あ、お二人とも名倉さんね。はいはい、はい、じゃあ正解は、てく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 て違う音聞こえてんだよ。それ出るまでが、それ出るまで、それ出るまでに時間かかりすぎだろ。何だよ。改良の余地あるよ、それ。すぐ出なきゃダメだよ。太蔵さんか。太蔵さんでございました。ああ、外れた。このゲームは本当に盛り上がりますよね。単純だけど、いつもね、出ないんですよ。ちょっとでかい版もあるんで、もし、そうなんですか、はい、再チャレンジしたい際はまたやるときはお願いします。いやネプチューンゲームまた今日もダメだったな。ネプチューンゲームでした。またってことは前参加したことあるってことですよね。有吉さんね、夢中だよね。これ本当にやってもらえるんですか？あら、サンドリ福男決定。はい、サンドリ福男決定。はい、ちょっとお宮を今日持ってまいりまして、はい、いつも神社のね、わーっとなんか走って1位だった人、そうですよね、福男に、わー、鳥居を持ってきてくださったんですか？はい、サンドリ福男を。わー、嬉しいね。ありがたいね、なんか。いやなんかおごそかな気持ち、なんか特別に作ったみたいな感じ。サンドリって書いてあるんですね、鳥居に。ありがたいですね。なんで、はい、神社が用意されました今、うん、
安田さんと僕で、はいはい、あちらのスタジオのところからちょっと走って、はい、走ってきて、先にここにくぐった人がサンドリ福男、なるほど、はい、サンドリ福男決定、楽しみです、ね、じゃあ私かってことですね、はい、ちょっとじゃあよろしくお願いします、はい、じゃあ有吉さん用意スタートを、ね、はい、分かりました。2020年、8月2日、今年もこの時間がやってまいりました、サンドリー福男を決める、大会が今から開かれようとしております、今回の参加者は2名ほどでしょうか、さあ時間が迫ってまいりました。それでは始めましょう。サンドリー福男スタート。あ、安田一番、安田一番福、はい、一番福安田はい、いやお名前どうぞ。安田です、はい、はい、安田さんです、はい、はい、安田さんがサンドリ福男、イエーイ、はい、でもモーザ中学生さんも2番服ですから、はい、僕も2番服と悪くはないですね、はい、サンドリューンアップ2人しかいないから、はい、はい、いやもうちょっとなんかあんのかと思ってたいやもうちょっと中継だから、中継入ったんだよ今いや違う、なんかすげえ番組ってそうでしょ、面白い予感したから参加して参加してみてさこんなに何もないんだと思って24時間テレビとか27時間テレビ見ててもこういうコーナーない、途中で地方とかであなんか面白そうだけどなんかあまあ言われてみたらありますね、そういうもんよ、あそうですか、番組って、あそう、あ全部が面白いわけじゃないそうあーコーナー織り交ぜていろいろですから、なるほどなるほど、あそうですか、はい、何の方だったわけですね、なるほどなるほど、男決定でございました。ちょっとなんか感動したいんですけど、はい、そういうコーナーはないですか。もちろんあります、な泣ける系、はい、ちょっと涙出ちゃうよ系ありますね、はい、やっぱりあれですね、ないんじゃねえか、ザお中元でございます、ザお中元、はい、これはもうもうサンドリのスタッフさん一同に実は僕お中元を、はい、はい、嬉しいね、これはちょっと涙もんの中身でございます、そうなんですか今日はちょっとガリガリ中学生の方からもちょっとねお中元を送られてきてます、お中元みたいなもんがね送られてきましたもんね、またガサガサすげえガサ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 、にぎやかで楽しいですねなんかちょっと地獄先生ヌーベイの電池が今高井さんが素人が触るとね動画になりますから、地獄先生ヌーベイグッズが今命と言われる電池が抜けました、もう命ですから電池は全部足りますか、はい、単2ですか、単1を、6本しよう単2、今時単1、6本使います、じゃあまた落ちましたよ何をしてんだよお前らは、ガタガタガタ大丈夫、6本ありますか、6本ありました、無事、はい、ちょっと確認してください、音声、あの機材チェックだけしてください、そうですね、音が鳴るかどうかだけちゃんと、壊れてたら大変ですから、はい、すいません、あの視聴者の皆様半沢直樹やってるところ申し訳ございませんけども、ちょっと地獄先生ヌーベの機材をちょっと言ってみますね、はい、いいですか、はい、地獄先生ヌーベ大丈夫でした、大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます、ヤマハの機械なんですね高級なやつ、ハードオフで書かさせていただきました、ハードオフでさあ、はい、すいません、お中元を中元皆様に、はい、はい、持ってまいりました、ありがとうございます、素敵な可愛いねリボンがかかった箱でございます、はい、占領箱みたいな一応全員分多分あると思うんで、嬉しい、はい、もうちょっとうわー、なんかこれ和紙に入って、和紙ですか、それは、はい、こちらです、こちらでございます、はい、キッチンペーパーですよ、いいですか、はい、触ってあ、そしてこちらでございます。グッチユーゾーさんと元ゆきさんの BG4 のキーホルダーでございます。
なんでちゃんとあの人数分あのなんでそんな持ってんの、めっちゃあるじゃん。なんでそんな持ってんのよ、これお中元の定番ですもんね。そうだね、お中元といえば日用の木惚れた。どうやって手に入れたのこれ。ぜひカバンに。これは泣けます。なぜ BG4？ 感動するでしょ。いやまあまあそういう意味ではね、こういう形ではもうっていう感じも。いや嬉しいですね、ありがとうございます。本当になんかモーザ中学生さんの心配りに、はい、スタッフ、出演者一同感動しております。わあ、ありがとうございます。こちらこそ。首かしげてる人が多いような気がするんだけど。それでは一旦ブレイクさせてください。Stay Night Dreamer Live on air。 さあということで本日ゲストにはもうザ中学生さん、はい、来てくださって、まあ、ゲストというよりかは今日、はい、MC を担当なさっておりますので私たちがお邪魔させていただいているという形でございますが、ちょっとメールも来ております、はい、もう9時22分わあ楽しい時間は中間だな。残念ですけれどもメール読ませてください。はい、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ FM 岩手、はい、生中継ならではの緊張感ラジオ越しにひしひしと伝わってまいりました。安田さん、はい、福男おめでとうございます。ありがとうございます。でも2人だったからな、もっと子供に自慢しちゃいますか今日はね。ちょっと思わず、まあじゃあ一応はい言ってみますね。お父さん、はい、福男になったよっつって、なったよって、はい、ね、一応はい言ってみます。郵便局の仲間にも言わなきゃ。郵便局はまあ昔勤めてたとこなんで、まあでも仲間もいないんですけども、はい、ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる FM 岩手、モーザ中学生さん、はい、貯金箱の中の泰造さんは、はい、生きたまま入ってたんですか。それともあらかじめちゃんと殺してあったんですか。やっぱり生きたまま。泰造は生きたやつがいいからね、やっぱりね。はい、そうですね。うん、あ、そうです、はい、ギュッと凝縮で。ラジオネーム内閣低めゴリラFM 栃木、うん、動物の鳴き声ゲームリスナーも参加ができて最高でした、はい、動物たちが安田の体のどの部位を見ているかというのでもう一回やらせてもらえませんか。素敵な企画ですね。動物たちは安田の体のどこを見ているの。いやだからその脇が甘いの。最初スイッチ入れた時にいろんな音がさ、いろんな音が出ちゃってるから、ね、めっちゃすごい握力で音をスピーカー部分をさ、音をめっちゃ、いくら力入れたって一緒だからそれ。スピーカー部分だからそれ。じゃあ安田さん失礼いたします、はい、じゃあ安田さんのどの部分を見てるでしょうクイズライオン編いきます。はい、いやこれでわかんないだろこれで。これでわかんの、どの部分か。お尻かな。わ、いい線いってますね。もう一回ゾウに聞いてみてください。はい、ゾウにじゃあちょっと見してみます。見てみましょう。あれっつってんじゃないかよ。一緒だろさっきと。ほら一緒だよ。わかんないな。高木くんは？高木くんに教えます。タカちゃんにちょっと聞いてみます。ジョイマン高木くんにちょっと。高木。有吉さん、安田さん、こんばんは。ジョイマン高木です。いつも日本に笑いをありがとうございます。ぜひこれからも健康に気をつけて頑張ってください。ジョイマン高木でした。いや高木くんがどこ見てたか分かんないだろう。お尻だやっぱり。正解でございます。動物泣いてんだよ、またキャ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 ってよ。切れよスイッチ、切れんだよスイッチを。まず
全然成立してねえじゃねえかよこのゲーム。答えは答え結局何なのよ。あ、答えはお尻お尻で合ってたのかよ。なんだよおい。全然成立してねえよ。全然成立しないですよ。最初にスイッチ入れたら、そのジャングルのとか邪魔だし。え、それでもこの番組毎週実は見てるんでしょ。いや僕あこれをやってるんですか、そのインスタライブのやつ。ネプリーグの裏なんで。ネプリーグの裏。月曜7時。そうですそうです。ってことはアリエシゼミの裏でもあるってこと。そうそうそう。だから僕あんまり出れてないんですけど。出れてない。あ、そうだ、知らなかったです。曲はどこでしたっけ？曲は、やっぱし、CBC、あ、CBC? 名古屋名古屋でやってるんです。はい、CBC でやってんの曲知れ知れ、謎だらけだわ。奥田民生でイージュライダー。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer.Stay Night Dreamer。 さあということで、東京半蔵門から有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております。さあスペシャルゲストには舘ひろしさん、はい、どうも、こんばんは、舘ひろしです。よろしくお願いします。断った方がいいよそれだったらもう。さあということでね、今日はもう中学生さんの、はい、ごめんなさい、また失念してしまいました、うん、番組タイトルを。あ、もう中学生の、ソース、冷蔵庫のソース残り3分の2ですね。はい、ですねじゃねえんだよ。お楽しみいただいておりますけれども、ずっと変わり続けてんじゃねえんだよ。もう中学生ははい、もう座中学生さん、ちょっとプライベートの話になりますけど、これ言っちゃっていいのかな、これは。あら、オフィシャルでは発表してないと思うんですけど、あ、事務所、はい、ね、事務所に入ってるんですね。そうですね、Y、はい、ヤクザ事務所に入ってる。あ、そうですね。そうじゃねえだろ。暴力団の構成員。そんなことないなんです。で、そうじゃ、そうなんですってやめた方がいいですよ。言わない方がいいですね。そうですね。はい、いや、言っていいよ。吉本でしょ？それぐらい知ってますよ、私は。吉本美代子さんの個人事務所なんですよね。吉本美代子さんの個人で。違います。吉本工業で。なんだっけ、吉本エンターテイメント。吉本クリエイティブエージェンシー。クリエイティブエージェンシーの。そうそう。はい。そうなんですけども、そこの所属ですけども、はい、同期は、同期なんじゃかんじゃで、アイトゥイマテンで一世を風靡した、はい、デスヨさん、デスニーが、はい、が同期ですか。同期ですね、デスニーが。もうじゃあもう花の何期生ですか。7期生花の7期生と呼んでいいでしょうね。はい、はい、それが代表って花じゃねえだろ。デスヨがデスヨともう中だったら花じゃ泥だろ、それは。泥じゃないじゃない。これ見てよ、出汁でしょ。いい出汁が。さっきに繋がったのが。上頭の回収しなくていいんだよ。そうです。その二人ぐらいですか、7期は。そうですね。あと、江藤太平洋くん。もうやめちゃったんですけど、江藤太平洋くんとか。江藤太平洋、はい、やめた人はいいんだよ、言わなくても。プースカーズ、プースカーズ。オチ、コントやって、オチの前で、うん、シャララ、シャララ、終わりですで、おなじみのなるほど。プースカーズ。はい、名前知らねえから、ネタも知らねえんだよ。キングオブコントでね、おなじみ。そうですね。同じ、まあ出たんだろうけどね。多分、1、2回戦。いや、素晴らしい。確かに花の7期生。いないの本当に。本当にいないんだね。なんかちょっと番組の途中ですけど、なんか、もし告知とかあれば。お知らせが、そうですね、ありますね。はい、そうですか。そうですね、カナブンがいよいよ夏なんで、はい、いっぱい出てますね。はい、出てくるんで、はい、カナブンがちょうど胸に止まって、ワッペンみたいにならぬよう、お気をつけください。はい。という、はい、それが、今週の土曜日です。土曜日ですね。はい、土曜日じゃねえよ。に起きます。はい。土曜日とは限らないだろう、別に。告知でそうやってボケたら面白いんだな。それは覚えとくよ。そういうパターンあるんだなと思って。それは ありがたいなと思って。面白いなと思ってるけど。あとは、インスタライブなんかもよくやってらっしゃいますよ。僕たまにちょっと拝見して お邪魔しちゃってるんですけど、すいません、ね、本当に。火曜日、カードに、インスタライブやらさせていただきます、ね。カード？はい。カードですので、はい、水木ではないということをお気をつけください。お気をつけください。はい。分かってますよ。火曜日と土曜日でしょ。
あとタオルケット、はい、出した時に久々すぎて、うん、埃がちょっとついてて鼻水出ちゃうのも気をつけて。そうですね、はい、はい、一回洗濯してもいいんじゃないでしょうかね。あ、なるほど、新提案。そうでもいいだろ、メノは。いいよ、 CM 来れよ、それじゃあ。なんで。さあ、それではちょっと番組の方続けて。ありがとうございます。番組中の CM だったらいい。ちょっとメニュー表持ってきて。いい、はい、お願いします。持ってきていいんだよ、もうそれ。そのくだり腹立ってきたわ、なんか。これは、はい、あれ見ていいですか、じゃん、発表、原付ランキング。あ、はい、ついに、発表させていただきます。ランキングも人気あるからね。原付ランキング、発表、原付ランキング、原動機付き自転車っていうことですかね。はい、またお高さを、わ、これは大きい。わー、わ、これ、わー、見てた、学生の頃。学生の頃からやってたの、これ。すごい、本物だ。本物でしょ。はい、本物、モノ本をお持ちいたしました。ありがとうございます。はいはい、うわ、原付ランキングボードが出てまいりました。ついに第3位から発表していきますので、はい、みんなで予想してみましょう、はいはい、うわ、なんだろう、ディオかな。それでは第3位は、ドゥク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 、じゃんじゃん、ミラーの部分。あ、なんだよ。第3位、ミラーの部分です。場所なの、バイクじゃない、種類じゃないんだ。原付バイクじゃない、ディオかなとかタクトかなとか思ってたけど、違うんだ、ミラーの部分、部分だ、部分なの。第2位は、ちょ、部分ランキングしろよ。じゃん、カパッと開く椅子。あー、ヘルメット入るからね。メットインのね、メットインのとこ、そこなんだ。はい、これ何のランキング、人気ランキングなの。俺アドレスかと思った、アドレス、原付ってアドレス。アドレス、竹山さんアドレス持ってたからな。第1位は、どこや、じゃん、え、61票。広がる、ガニになる足。ガニになる足だ。ついつい不良っぽさを出そうと思って、ガニになるんだよな、足が。これが61票獲得。61票獲得。うわ、ガニになる足だ。以上、原付ランキングでした。イエーイ。鳴り止まぬ拍手。パラパラですけど、ね。もうな、結構何週も1位じゃないですか、ガニになる足。ね、ガニになる足、結構なんだかんだ勝ち抜き勝ち抜きで、はい、7週。連続、はい、連続1位ということで、ほら、もうルビーの指はね、ほら超えちゃいますよ。いや、あれまだ11週ですけど、その前は何だったんですか。じゃあ1位、その前の1位、ガニになる足の前ですか。7週の前の何だったんですか。その時はあれでした、原付の原付に乗る時ちょっと顔サランラップした時の顔みたいになっちゃうよねが第1位でした。あ、そうですか。ちっちゃいからね、ヘルメットがね。中の肉厚の、安全なやつほど安そうなっちゃうよね。はい、肉厚だから、あんこが多いから。多いよね。そうなんですよね。多いですよね、じゃないよ。はい、MC でしょ、 MC でしょ。はい、MC です。MC、さっきからなんか、うん、何か出してはなんかやりたいことやられてっていう感じの。はい、こういう、関口宏さんも変わんないでしょ、だってやってること。笛吹いてるだけでしょ。いやいや、そんなことないですよ。はい、吹くなよ。ヘビ出るぞ。いや、まあまあ、そっか、一個のゲーム、うん、ああいうことで言えば、そうよ、そうよ、はい、あ、そういうことか、うんうん、はい、あっちの方もできますよ、そら、サンデーモーニングの方の関口もできるし、そうです、フレンドパークの方の関口もできるっていうことですから、はい、朝7時も夜7時も両方素晴らしい。はい、朝7時じゃないけどね、あれね。あ、そうですか。じゃあいろんな種類の MC をなされて、はい、もちろんです。次のコーナー行っていいですか。はい、次参りましょう。はい、持ってきて。いいんだよ、それは。ほら、ニュースのほら、いろんなボードを作って、はい、ちょっとよろしく頼むねっていう時の関口さんっぽかった。涼を味わおうって何ですか。あ、そうですね、やっぱあっちっち梅雨明けもね、はい、各地いろんなとこされたので、はい、涼を
ぜひ味わっていただきたいということで、涼を味わおう。涼しさの涼ね。はい、おまけコーナーなんかから選んでみたんですけど、ね、9項目じゃなくてね、はい、おまけのもう一つ、ね、ちょっと突然の注文だからどうなんでしょうか。ちょっとやっぱだってガサガサつなげよ、ここも。これちょっとここをつなげよ、まず。何か音が、ここをつなげ、音出てんだよ、まだ音が漏れてますけど、これちゃんとオフィシャルで出てる、はい、あの尺、お尺でございます。尺由美子さんが CM やってた時の、はい、尺お尺、お尺しまーす。あ、かわいい、したったですね。泡だらけになっちゃいました。何、頑張ってお尺しまーす。あ、尺さんね、はい、あ、はい、あ、何どうしました。はい、ちょっと瓶のジュースが落ちました。瓶がちょっと重かったですかね。はい、はい、いつも頑張ってるね。釈由美子さんがメッセージをくださるんですね、いろいろ、はい、これで皆さん今量をいただいたんじゃないかと。そうですね、はい、さあ、ふんにゃとしてください。それ何のジュースだったんですか、栄養ドリンクは。あ、やっぱ愛情一本塩ビタと。塩ビタ、塩ビタがポロッと落ちた時の、はい、もう中さんの顔が素敵でしたね。ただのハプニングでしょうよ。さあ、ということで東京半蔵門から有吉弘行とベンジャラス安田がお送りしております、はい、ということで今回はあの、夜回り先生をやってらっしゃいます、はい、もう中学生さん。そうなんです、回らさせていただいております。本当かよ、回ってないだろう。よろしくお願いします。元ヤクザね。はい、元ヤクザ。はいって言うなよ。ジュラリミンって言うな。はい、ラジオネーム卵かけたいまい、はい、うん、FM 岩手、もう中学生さん、はい、もう中学生さんがやってらっしゃるインスタライブは、はい、水木ですね。あら、違うのよ。水木じゃなくカードでございます。カード、なんか覚え方があるといいんですけど。そうですね、カードなんで、カード、うん、丸いものにはカード、うん、丸いものにはカードだよ、うん、そうですね、覚え方カードだよ、はい、浅漬け、浅漬け食べようカード。うーん、覚えやすいですかね。はい、それでいいですか。浅漬け食べようカード、カード、浅漬け食べよう水木って言っちゃいそうですね、それだと。なるほど、浅漬けだと、そうかな、水水水って入ってきますからね。なるほど。カード、力ラーメン持ち入り、力ラーメン持ち入り、カードが、あ、そうです、カード抜けちゃったから、カードが抜けちゃってるんで、カード抜けちゃってるよ、カード、巻き場へ、牧場と書いて巻き場、はい、巻き場、カード、巻き場カード、自転車屋さん、ストリートファイター2、食券、食券で買おうよカード、食券で買おうよカード、ないですね、はい、はいはいはい、それはいいかもしれないですね。なんとかカードにすればいいんじゃないですか。何々カードにすれば、それ全然、はい、食券で買おうよカード、ね、いや、はいって言ったからだよ今。ごめんと正解聞いてるからね。ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ、FM 岩手、もうザ中学生さんの、はい、お中元をスタッフに持ってくるという気遣いに感動しました、はい、ということで、はい、地獄先生ヌーベーこれは出るんです、出ます、これはすぐ出る、これはすぐ、これはガチャつきませんかこれは大丈夫。今日なんかいろいろとそのセットをいろいろね、あの、ご用意してくださいまして、はい、これはあの、あ、もう大道具さんに。あ、いえ、あの、カーシェアリングの車で、あ、ここまで。あ、ご自身で。安全運転で。関口さん自ら。はい、そうなんです、あ。ありがとうございます。はい、本当に申し訳ないなと、もう胸いっぱいです。うん、あら、嬉しいです。こちらこそでございます。ね、本当に、こちらこそ。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっともう、
あら、もうこんな時間？いや、もうそうですよ。あともう15分というふうになってまいりましたけども、はい、ちょっとじゃあ質問していいですか？あ、クエスチョンタイム Q でございます、ね、これだけは聞いてくれって言われてるんですよ。はい、あの私の親戚のおばさんに。あれ、親戚のおばさん、大事ですね。はい、はい、豆の中で一番好きな豆なんですか？まあいい質問ですね。あ、ちょっと豆の中で餅